横浜 FC が2006年に J1 初昇格した時の裏話。スーツがユナイテッドアローズになった。そこじゃない。いやいや、でも分かりやすいですね。分かりやすい。練習場の芝が天然芝になった。おお、人工とかから、うん、はい。新幹線の移動がグリーン車になった。分かりやすくなりやがるというか。全然違うから。皆さん当時の思い出あったらコメントください。お願いします。お願いします。